おはようございます。ジーコです。はい、5月27日金曜日ですね。時刻は現在、お昼の12時10分ですね。今広島市佐伯区の石内というところにいるんですけど、ちょうど免許センターのね、目の前の大きい公園の駐車場にいるんですけど、はい、午前中は2台ほど現場の方を済ましてきまして、で、お昼からですね、この近くの現場の方へ手摘みに入るということで、今ちょうどね、今からお昼ご飯食べようかなと思ってるんですけど、その前にですね、昨日の動画でもあげたんですけど、ちらっとねちょっと映ってたんですけど、オイル交換のね、今日野のニトに乗ってるんですけど、ジュトロにオイル交換の、チェックランプっていうかね、メンテナンスのね、ランプが表示がねずっと消えないんですよね。でそれを昨日乗してたら、 YouTube に乗してたら、広島でね、大型トラックに乗ってる知り合いがいるんですけど、まあその人から電話かかってきまして、あの消し方を知っているから教えてあげると言われて、昨日ちょっと電話でね、ちょろっと教えてもらったんで、はい。それをちょっと今日から実践してみようかなと思っております。はい。エンジンオイル交換時期ですっていう、ね、これですね。表示がずっと消えないんですよね。で、これを今から、ハンドルについているリモコンを使って消していこうと思いますね。よし、そう、これでまず、これでね、いろいろ、こう、すすの量とか、いろいろ、燃費とかね、わかるんですけど、ここで。で、この、システムチェック、ここまでしか知らなかったんですよね。メンテナンスの、このメンテナンスのね、項目のとこでシステムチェックと現在の故障のこの2つしか知らなかったんですけど、この下にもなんかあったみたいで、ここですかね、点検整備メモ、ここを押して、ここでこのエンジンオイル設定距離っていう分ですね、今オレンジの字のここでなんか設定をしたりリセットしたりできるみたいですね。ちょっとここで決定をして、んで、エンジンオイルですね。あ、そっか。いろいろありますね。冷却スイングとか。ああ、すごい。あ、いろいろあるんですね。ベルトとか。こうやって、いろいろ、設定ができるみたいですね。んで、あ、いろいろある。あ、すごい。こんなにあったんですね。タイヤローテーションとかも、全部距離とか期間を設定して、その期間、エア距離が来たら、お知らせされるんですかね。で、今回はこのエンジンオイル。これで、距離ですね、距離。設定距離が1万5千キロになってますね。はあ、はあ。これをゼロにして、うちが5000キロで交換してるんで、毎回。5000キロに設定をして、決定。え？エンジンオイル、これ何も変わらんな。設定なしにすればいいんか。設定なしにしたら、あ、設定なしにすればいいんだ。で、あ、そういうことか。あ、何のことはないですね。設定なしで、OK でしたね。そしたら、消えましたね。あ、すごい。ちょっと戻ってみましょう。あ、ほんまじゃ、消えた。何のことはなかったっす。設定なしにすれば、このように。あ、すごい。消えましたね。先ほどね、この辺りに、この水温計のね、マークの後に、マークの上の方に、モンキーのね、オレンジのマークついてたんですけど、あれ消えましたね、見事に。あ、すごい。故障箇所発生していません、もちろん。あ、すごい。こうやって消すんですね。新車で去年の10月に、乗させてもらって、ずっと乗ってるんですけど、今半年、ぐらいですかね。11、12、13、2、3、4、5、7ヶ月ぐらい乗ってるんですけど、こんなの初めて知りましたね。はい。ああ、よかった。はい、ということで、何のことなかったですね。本当簡単に消えるものでしたね。まあ以前ちょっと高速道路乗ってて、インター降りるときにシフトダウンするのに5速から一気に
間違えて3速まで入れてしまって慣れずに、でそれでオーバーランしたんですよね、エンジンが。でその時にまあ故障の表示が出て、それはもう本当一回日野に持ってって中のエンジンの方までね見てもらわんといけんかったんで、日野に持ってかんと消えんかったんですけど、今回のねオイル交換の距離が過ぎたっていうことでのお知らせですよね。こちらに関しましては、ハンドルについているですね、このリモコンで解除ができるということで、はい、非常にいい勉強になりました。はいね、なんですね、ラジオネームが。どうもありがとうございました。はい、まあこんな感じで今後もまた何かねトラックのね故障やなんかまあいろいろありましたら動画にアップしていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。はい、ではごきげんよう。